お元気ですか、ボクシミです。今回は 2021BBM ベースボールカード中日ドラゴンズヒストリーの開封動画です。でこちらはですね、今からですね2年前ですね発売されたカードでございまして、こちらはね1パック5枚入りで1ボックス15パック入りでございます。ですからですね、前編で8袋後編で7袋ずつやっていきたいと思います。まずね、準備と言いますが、あの手袋をはめてるのでね、取りにくいですね。ですのでね、ちょっと時間かかりますが、ね、あらかじめご了承ください。こんな感じでね、いいでしょうかね。それではね、前編の8袋目、8袋やりたいと思います。では前編の1袋目でございます。杉本忠志投手ですね。高橋周平選手内野手ですね。中村武史捕手。小野和幸投手。野本圭外野手です。2袋目でございます。佐藤秀樹投手です。高橋これは秋文選手です。星ですね。で、こちらね矢沢健一、選手内野手のですねカードでございます。こちらはね CR 版カードではございません。立浪和義内野手現在監督でございます。浅尾拓也投手でございます。3袋目でございます。宇野勝内野手です。木下拓也捕手です。で、高木森光、内野手のねカードでございます。小笠原隆投手です。ビシエド内野手でございます。ただタヤンビシエド内野手でございます。4袋目でございます。高木森道内野手です。森田浩一投手です。球団の歴史ですね、悲願の初優勝した時のカードでございます。和田和弘外野手です。山崎武史外野手です。5袋目でございます。落合英二投手です。田尾康氏内野手です。で山本正人投手のねカードでございます。上原明投手でございます。松本生津投手でございます。6袋目でございます。正岡慎治内野手です。山本昌投手でございます。でこちらがですね矢沢健一内野手のカードでございますが、いつもとパターンが違います。こちらがね120枚限定カードでございます。でこちらがですね120分の110となっております。川上米俊選手でございます。外野手でございます。佐藤満投手でございます。
7袋目でございます。谷木恭平外野手です。球団の歴史ですね。中日球団発足した時のカードでございます。こちらでございます。言いますかねごめんなさい、ピントが合わなくてね、すいませんでした。大島康則外野手でございます。井端弘和内野手です。井上弘明外野手でございます。で最後ですね、8袋目でございます。権藤博史投手です。三村徹内野手です。大野雄大投手です。福留孝介外野手です。で最後は渡辺博之内野手となっております。以上で BBM 中にベースボールカード中ドラゴンズヒットリーの開封動画全編を終わりたいと思います。後編もね、直筆サインカード出る確率が高いのでね、もしよかったら後編もぜひご覧ください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。